ポリッシュローランドシープドッグは、ポーランドのローランド地域原産の牧羊犬種の一つである。本来の英名は、ポーリッシュローランドシープドッグだが、初めて日本で繁殖を行ったブリーダーが、ポリッシュと呼んだことから、そのように呼ばれるようになった。このため、ここでは、ポリッシュの呼び名の方を採用して通すことにする。なお、日本では、 他のポーランド原産犬種の犬種名に関している、ポーリッシュという単語を、ポーリッシュと読む。別名は、ポーリッシュシープドッグ、ポルスキーオフチャレクニジンニなど。日本での愛称はポーリッシュであるが、海外では他のポーランド原産の犬種も著名であるため、称されていない。海外で主に使われている愛称は、ニジンニ、ポンである。ポンという愛称は、 ポルスキー・オフチャレク・ニジンニという犬種名の単語の頭文字を取ったものである。16世紀にはすでにその存在が確認されていて、チベタンテリアやプーリーなどの犬種を掛け合わせて作出されたと言われている。しかし、犬種として完全に固定されたのは19世紀後半のことである。主に牧羊犬として飼育されていた。 羊を誘導するにあたっては荒っぽいことを一切行わず言うことを聞かない羊は自分の肩を羊に押し付けたり睨みつけることで従わせる。この睨み方のことをシープドッグアイと言い、硬直した姿勢で羊を強く睨みつけるものである。16世紀初めにスコットランドへ船でオス1頭とメス2頭が送られ、そこから生まれた犬はビアデッドコリーや オールドウェルシュグレーなどの基礎犬として用いられた。また、この送られた犬の子孫は19世紀にオールドイングリッシュシープドッグの作出にも使われている。第二次世界大戦が勃発した際には大きく、戦火を被り、大半の犬が命を落とし絶滅寸前となってしまった。ユダヤ人迫害がこれに拍車をかけ、 ユダヤ系の人が飼育していたポリッシュが捕らえられて殺されたり主人の命を守ろうとして命を落とす者も,も非常に多かった。戦後は愛好家がポリッシュ最高のためポーランド中を捜索し150頭の生き残りが確認された。このうちから犬種基準を満たしブリーディングができる犬を選び出しオス2頭とメス6頭が最終的に選択され これを基礎として繁殖を進めた。最高計画は成功し、頭数は徐々に回復していった。復活後は再び、ポーランドで人気の犬種として返り咲いた。それだけでなく、ヨーロッパ各国や北米などにも輸出され、ペットやショードッグスポーツドッグとして人気が出てきている。また、日本でも密かな人気があり、ブリーダーが数人存在し、 販売も行われている。近年は毎年国内登録があり、2010年度の国内登録等数順位は134位中92と意外に多い。とはいえ、まだまだ日本ではあまり飼育等数は多くなく、知名度もそれほど高くはないのが現状である。目を覆うほどに伸びた長く柔らかいシャギーコートが印象的な牧用犬種である。コートは もつれやすく毎日のブラッシングを必要とするが、防寒性が高く野外で活動するのに適している。毛色は、ホワイトブラックや、ホワイトグレー、グレーなど。口ひげや顎ひげも長い。目は小さめだが、本来は鋭い目つきをしていない。シープドッグ愛を見せるのは羊を脅す時や起こった時などで、特別な訓練をしなくてもほぼ生まれつきこれを。 習得している。マズルは短めで、耳は飾り毛のある垂れ耳。筋肉質の引き締まった体つきをしていて、足は短めである。尾は、ふさふさした垂れ尾だが、短くダウンをされることもある。また、稀に生まれつき無尾の犬も生まれる。体高はオス31から4 1トルで、メス38から3 9トル体重は、 私有ともに13から1 5ラムの中型犬。性格は攻撃的な面がなく、温厚で従順、活発で明るい。家族に対しては非常に優しく、小さな子供や子犬に対しても寛容である。家族以外の人は初めは警戒するが、怪しくないとみなせば、好意的に接する。しつけの飲み込みは普通であるが、状況判断力が優れ、日本でも、 ペットとして飼育しやすい犬種である。運動量は多めだが、長い散歩よりも、フリスビーなどのドッグスポーツでたくさん相手をしてあげる、ことで満足する傾向にある。かかりやすい病気は運動のしすぎによる、関節疾患や地肌が群れて起こりやすい、皮膚疾患などがある。ありがとうございます。